ボツワナ。ボツワナ共和国、通称ボツワナは、南部アフリカの内陸に位置する共和制国家で、イギリス連邦加盟国である。南を南アフリカ共和国、西と北をナミビア、東をジンバブへ、北をザンビアに囲まれた内陸国である。なお、ザンビアとの国境は、約150メートルしかなく、世界で一番短い国境線である。首都は ハボローネで南アフリカ共和国を構成する一民族でもあるツワナ系の人々が多く住む。正式名称は英語でリパブリック・オブ・ボツワナ、リパブリック・オブ・ボツワナ、通称ボツワナ、ツワナ語で日本語の表記はボツワナ共和国、通称ボツワナ。国名はツワナ人の国を意味している。なおツアナ人はこの国のみにいる民族ではなく、 隣国の南アフリカ共和国には、ボツワナの総人口の数倍に及ぶ、ツワナ人が存在している。植民地界以前のボツワナに相当する地域には、セントラル地区のマジョジョ遺跡、チョベ川南岸のニュングエ遺跡、ノースウェスト地区のツオディロヒルズの岩井遺跡などの遺跡が残っている。18世紀前半に、現在の南アフリカ共和国のトランスバール地方から、 ツワナ系の人々が、現在のボツワナに相当する地域に移住し、クーウナ氏族のセチェル一世、在位1831年から1892年による、バクエェ長国やタワナ氏族による、バタワナ市長国などのツワナ系の市長国が、先住の三人、イエーヒとカラハリ人などを包括しながら成立したが、これらの各市長国は1885年に、イギリスによって、 ベチアナランド保護領とされ、イギリスの保護領の一部となった。また、1840年代以降には、グレートトレックによって、トランスバール地方に移住した、ボーア人が、現在のナミビアやボツワナに相当する地域に再移住を行い、現在のボツワナ西部のハンチ地域と、ボツワナ東部のトリーブロック地域に定着した。1885年に、 イギリスの保護領下が宣言された時点で、カトラ、クーエナ、レテ、ングワケゼ、ングワと、チディロロング、ツワナ、トロクワの八つのツワナ系市長国が存在したが、19世紀後半のヨーロッパ列強によるアフリカ分割の文脈の中で、トランスバール共和国から精神を狙う、ボーア人、アフリカーナーと、南ノミビアを保護領下したドイツ帝国の間に挟まれたツナ系市長国が、 ボーア人の進出とドイツ帝国主義の標的になったことをイギリスが憂慮したため1885年にイギリスはチャールズ・ウォレン将軍率いる遠征隊を派遣してボーア人を追放し東はリンポポ川西はドイツ保護領のモロポ川の北にまで領域を広げてベチアナランド保護領を建設し1890年には ドイツと協定を結んでチョベ川まで北に保護領を拡大、現在のボツワナ共和国の前身となる領域を確立した。ベチュアナランド保護領の成立後、現在の南アフリカ共和国のウィットウォーターズランドで発見されていた金鉱脈が北にも存在すると信じ、冒険家たちはベチュアナランド保護領にも金を求め、イギリス南アフリカ会社のセシル・ローズはベチュアナランド保護領を イギリス南アフリカ会社に移管するように要求したが、カーマ、セベレ、バトエンの3人のツワナ警視庁が、このセシルローズの目論見みに反発して、イギリス本国に抗議に訪れたため、1895年11月に、ベチュアナランド東部の一部を割上することを条件に、イギリス帝国内でのベチュアナランド保護領の自立性は保持された。1893年に設立された、 ベジュアナランド鉄道会社によって、ベジュアナランド保護領のフライバーグから、現南アフリカ共和国のマイキングにまで鉄道が建設され、1899年に、ローデシア鉄道会社に運営が移管された。この鉄道路線は1897年には、現ジンバブへのブラーよ。1902年には、ハラレ。当時の名称は、ソールズベリと結ばた。ベジュアナランド保護領の成立当初、 八つのツワナ系、主張国への内政干渉は行われない予定だったが、1899年に、イギリスの総督は八つのツワナ系主張国に居留地を強制指定し、囲い込みが行われた。20世紀に入り、1910年に、イギリス人とボーア人の共同で、南アフリカ連邦が発足するとベジアナランドは、スワジランド、レソトと共に、 南アフリカ駐在のイギリスの高等弁務官の管轄下に置かれ、1920年にはヨーロッパ人諮問評議会が、1921年にはアフリカ人諮問評議会が設立され、1939年の第二次世界大戦勃発後には、ベチワナランド保護領からも1万人以上が兵士として動員された子を経て、第二次世界大戦後の1950年に、 両評議会は合併して、合同諮問評議会が設立された。1960年に憲法が制定された後、1962年にセレツェカーマによって、ベチュアラランド民主党、BDP が創設され、セレツェカーマ率いる BDP は1965年3月の総選挙に勝利した後、主長会議の同意と1966年2月の ロンドンでの政権会議を経て1966年9月30日にボツワナ共和国として独立を達成した。独立当時のボツワナは最貧国の一つであり国内インフラストラクチはもないに等しい状態にあった。初代大統領のセレゼ・カーマは白人主導のアパルトヘイト政策を採用する南アフリ共和国や南アフリカ共和国の占領するナミビア ヤン・スミス白人政権のローデシアに囲まれた地政の中、人種間の融和を重んじ、周辺国との関係悪化を避ける慎重な政策を取った。幸運なことに、独立直後の1967年に国内で世界最大規模のダイヤモンド鉱山たるオラッパ鉱山がデビアス社によって発見され、この収益が初等教育、医療、 インフラストラクチャー整備といった分に回されたことが、ボツワナの経済発展の礎となった。また、独立後、セレツェカーマ大統領は1969年の国際連合総会で反人種主義を宣言した後、1970年にソ連と1974年3月に中華人民共和国と国交を結び、1977年にはローデシアとの国境を封鎖した。 セレツェカーマ大統領は1980年に死去する。後を継いだ第二代大統領クエットマシーレもセレツェカーマの政策を継承し、その後も1999年までボツワナ経済は非常に高い一人当たり経済成長率を記録し続けた。1990年代以降、ボツワナは深刻なイーズウズに見舞われている一方、 国民一人当たりの総所得は2012年時点で6994ドルまで成長している。1966年の独立以来、一貫してボツワナ民主党、BDP が失政党となっており、1998年にフェスタスモハエが第三代大,大統領に就任し、2008年にイアンカーマが第四代大,大統領に就任、2018年には、 木内一橋氏が第5代大,大統領に就任した。ボツワナは9つのディストリクトに区分され、さらに28のサブディストリクトに分けられる。国土面積は世界44位。なお、国土の約17%が政府により指定保護区とされ、開発から手付け数で残されており、世界各国から観光客や研究者が訪れる。 ボツワナは南部アフリカの内陸に位置し、周焉を高地で囲まれ、海から数百キロメートル以上も隔たった内陸国であり、見渡す限りの平原が広がる盆地の中央部にある。また、位置は南位18から27度であり、大部分が熱帯に属するが、海抜1000メートル前後と高いため、ネオ平均気温は20から23度と温帯並みである。しかし、 気温の変動幅は大きく、夏には国暑日があるが、冬には氷点下まで下がる日がある。季節は夏の雨季と冬の寒季とに二分される。雨季は11月に始まり、次の年の3月まで続く。寒季は5月から始まり9月まで厳しい乾燥の日が続く。このうちの6から8月が冬であり、晴天の日が続き、日中は暑く、夜は気温が急激に下がり、 氷点下になるることもある北部にはサバンナ気候のためサバンナが覆うが、サバンナにもまばらに低木と草が茂って生えているところがある。中西部の大半がカラハリ砂漠に覆われており、北には沼地地帯が広がる。多少の降雨があり、多くはステップ気候に分類される。南部はほぼ砂漠になっており、リンポポ川とモロポ川が南アフリカとの国境になっている。 なお、首都のハボローネをはじめとする都市部はオフィスビルも多く、各種交通や IT などのインフラストラクチャーが整っているものの、政府の自然保護政策を受けて多くの緑が残されている。ボツワナは生態に共和制、大統領制を採用する立憲国家である。両院制の国会を持ち、現行憲法は1966年9月30日に交付された。 国家元首である大統領は、同時に行政府の長も兼ねる。大統領は国会により選出され、任期は5年。参戦は禁止されている。副大統領及び閣僚は大統領により任命される。首相職はない。独立前のベチュアナランド自治政府には1965年から1966年にかけて設置されていたが、独立とともに廃止された。 議会制民主主義が施行されており、立法府は両院制の国会である。上院に相当する首長会議は十五議席で、任期の定められていない、ツアナ族の伝統的な首長たち八名のほか、副首長などが五年任期で七名任命される。会員に相当する国民議会は六十三議席で、五十七議席が国民の直接選挙、四議席が与党、二議席は、 大統領と司法長官により任命される。国民議会議員の任期は5年である。首長会議には諮問機関としての権限しかなく、立法権は国民議会に存在する。ボツワナの独立以来、アフリカでは数少ない複数正当性に基づく民主主義が機能している国として知られ、正常は極めて安定している。実際に独立以来クーデターや内乱は一度も起きた。 ことがない。最大政党ボツワナ民主党、BDP が政権を1966年の独立以来保っているが、ボツワナ国民戦線、BNF やボツワナ会議等、b c p といった右派、左派、中道の各政党が国民議会に議席を持ち、実質を持った野党として活動している。ボツワナ国防軍は陸軍と空軍によって構成されており、他に 準軍事組織としての機動隊が存在する。長母制度は志願制。内陸国のため海軍は保有しておらず、河川、故障を紹介する軍事的組織も保有していない。三つの組織を合わせた総兵力は一万五百人。ボツワナは軍事に関する公式の予算書の入手が困難な国である。2018年11月、ストックホルム国際平和研究所は、 サハラ砂漠以南地域のアフリカ諸国における軍事費の透明性について報告したが、ボツワナはフランスやスイスから武器を購入して、軍事費が急増しているが、国家としての防衛政策や武器調達に関する政府の情報が欠落しており、透明性が悪化していると報告している。近隣諸国のみならず、急走四国のイギリスを含むヨーロッパ諸国、 日本を含むアジア各国やアメリカ合衆国などと友好な関係を保っている。また、かつてはアパルトヘイト政策をとっていた隣国の南アフリカとは対立関係にあったが、南アフリカの方向転換に伴い、近年は友好的な関係を保っている。なお、イギリス連邦の加盟国である。南部アフリカ開発共同体。 サドックの議長国を1980年代から1990年代にかけて長年務めたほか、首都のハボローネに事務局を設置している。また国際連合安全保障理事会の非常任理事国となったこともある。1966年の独立直後に正式な外交関係を樹立し、1999年には中日大使館が 東京都港区市は4丁目に設置されたほか、非常中の中ボツワナ日本国大使館が在南アフリカ日本国大使館内に設置されている。2002年には当時の経済産業大臣、平沼武雄が侮辱と受け取られかねない出現をするというハプニングもあったが、2006年には国交成立40周年を記念し、中日大使館が主催してボツワナウィークが開催された。 また、このパーティーが縁となり、ボツワナ政府は NHK グループに教育専門チャンネル設立の協力を要請し、NHK グループはコンサルタントを派遣し、番組制作のノウハウを教えた。2008年1月、ボツワナの首都ハボローネに日本大使館が開設される。同年6月、民間投用された三井物産、九州支店長、松山良一が、 ハボローネ上中としては、初代となる、特命全権大使に就任した。また、2010年10月には、ヤンカーマ大統領が、実務訪問品格として訪日し、天皇やカンナオト首相と会談するなど、極めて友好的な関係にある。なお、下記のようにボツワナは中所得国に分類され、日本の一般プロジェクト無償資金協力の、供与基準を上回っていることから、 多くの近隣諸国と異なり、一般無償資金協力事業の対象外となっている。日本からの遠借感も、環境対策や災害対策などに限られている。1974年にボツワナは、北朝鮮との国交を樹立したが、その40年後の2014年、朝鮮民主主義人民共和国における人権に、関する国連調査委員会の報告書で白日の、 元にさらされた北朝鮮における人権蹂躙避難して北朝鮮との外交関係や領事関係をすべて断絶した。その後はいかなる形態の外交関係も保たれていない。ボツワナの通貨単位はプラ、プラ。国際通貨コード ISO4217 は BWP。補助通貨単位はテベ、セベで1プライコール100テベ。プラとテベは それぞれ P と T に略される。IMF の統計によると2017年の GDP は約174億ドル。一人当たりの GDP は推定7584ドルで世界水準と比較しておよそ70%、隣国南アフリカ6180ドルを上回り、アフリカ全体では推定値ではあるが4位という高さに位置する。 ボツワナは九百六十六年の独立以後、豊かな天然資源と手堅い経済政策、安定した政治状況や高い教育程度に基づき、世界最高水準の経済成長率を九百八十年代末まで維持し続けた。その結果、他の多くのアフリカ諸国とは異なり九百九十四年に世界最貧国グループから抜け出し、指定解除、一人当たり GDP は、 モンテネグロとドミニカ共和国と同クラスの世界80位前後に位置し中所得国に分類されるなどアフリカの優等生と言われ堅実な経済状況を保ち続けている。なお、200万人に満たない人口しかないものの総 GDP、カワセレートはボツワナより人口が多いラオスやジンバブエ、ボスニアヘルツェゴビナなどと同程度の世界120位前後となっている。 2017年度のインフレ率は3.3%と比較的安定している上、同年度の経済成長率は2.4%と安定した経済成長率を保ち続けているものの、世界銀行の統計では2010年の失業率が17.9%であったものの、2007年の民間の調査結果では40%近いものも報告されていることから、 高い国民の教育レベルやインフラストラクチャーの整備をバックに産業の多角化や外資の積極導入を行い、これを克服しようとしている。実際に外資の積極導入を推進するために為替の自由化を導入したほか、外国企業に対する優遇税制の導入や低い法人税率の導入を実現し、さらに汚職防止策の導入や政府による 職業訓練のしるべなどを進めている。しかし、長年の課題である経済多角化については、まだ大きな成果は上がっていない。高い所得水準に従って、人間水準も近隣諸国の間で高いこと、内陸国で物流コストが高いこと、人口200万人と国内市場が小さい一方で、関税同盟を結ぶ南アフリカの資本が強く、 自場資本が成長しにくいことなどが経済多角化の障壁となっている。今後の成長が期待される産業としては牛肉、観光、金融などの名前が挙がるがまだ主力産業である鉱物部門に代わって経済を牽引するには力不足の現状がある。銀行部門では2015年末で融資の59%が消費者向けに集中しており銀行は 有望な民間企業への融資機会を見出せていない。また、銀行部門の融資残高は、対 GDP 比33%と、中所得国としては金融進化が進んでらず、金融仲介機能が弱いことも、非公物部門の成長を十分に促せていない、要因の一つと考えられる。外国人への労働者証発行に時間がかかることや、政府調達が自国企業に有利であることなど、 経済解放度不十分という投資環境にかかる指摘も聞かれた。2014年を見ると外国からの直接投資は工業が45%、これに AK、7 a 系が中心となっている金融と合わせ80%を占め、両産業以外への投資の広がりに乏しい。ハボロネではショッピングセンターやオフィスビルなどへの建設投資が進んだものの一部で 法和感も指摘され、工業部門以外の投資が今後の成長を牽引する形にはまだなっていない。また、給与労働者の5割が公務員及び公営企業の勤務者、地方政府による短期雇用者含むであり、雇用の状況からも公的部門とそこから所得を得る消費者部門の経済に占める比重が高く、企業部門が事業機会を見出せていない現状が伺える。政府は、 NDP11、2017から22年を対象とする第11次国家開発計画の下で、インフラや教育分野に投資を行い、生産性を改善し、中期的な経済成長を後押しする計画である。ボツワナでは、道路などはよく整備されている一方で、中国が建設した発電所のトラブルから電力不足が生じ、また、昨今の干ばつに加え、 水資源の豊かな北部から南部へのパイプラインの容量の問題などから水不足にも直面しておりインフラ投資ニーズは大きい政府の方向性は間違ってはいないがインフラについては政府のプロジェクトの進捗が遅いと指摘されておりこのスピードアップが必要になるほか仮にインフラ投資が順調に進んだとしても鉱物部門に代わる成長産業外貨獲得産業が登場するか 経済多角化の壁を越えるのは容易ではない。ただし、2018年時点で、経済の多角化は失敗しているという評価がある。ボツワナ経済の中心であるダイヤモンド鉱山は、2016年時点で、残り20年ほどで枯渇すると考えられており、多角化の推進は、急務とされる。これらの堅実な経済状況に伴い、ガスや電気、 水道や通信、交通網などの基本インフラストラクチャーや、携帯電話網や、IT インフラストラクチャーも都市部を中心に整えられている。さらに、国内都市部を中心とした高速道路の整備も進められている。農業部門では、地球農業と牛や羊の畜産が中心で、牛肉の輸出の割合が大きい。食品加工などの軽工業は発展しているものの、 現在のところへ工業やハイテク産業はほとんど未発達であり、諸外国からの誘致を進めている。ダイヤモンド交渉が1967年に発見されたのに続き、1970年代に多数の交渉が相次いで発見されたため、ダイヤモンドの最高事業はボツワナ経済の中心となっている。ダイヤモンドだけで GDP の3分の1を超え、 輸出総額の75%から90%、国の歳入の約半分を占める。その他の鉱物資源としては、銅やニッケルなどがあり、これらの輸出によって外貨を得ている。2017年、オークションに出品された、ボツワナ産、ダイヤモンド、デセデラロナ、ツワナ語で私たちの光という意味は、1109カイラットの大きさの原石であり、オークションに出品され、 ダイヤモンドとしては過去最大の大きさのものとして話題となった入札は不調に終わっている。なお、2016年時点でダイヤモンド鉱山は残り20年で枯渇するという調査があり、経済の多角化が必要とされている。2008年にロンドンにあったデビアスのダイヤモンドトレーディングカンパニー DTC をロンドンからボツワナのハボローネに誘致に成功した。 その影響で多くの研磨工場が作られた。岡番五湿地帯やチョベ国立公園、カラハリ砂漠やモレミ野生動物保護区など観光資源が豊富な上に近隣諸国に比べ治安が良く、正常も安定していることや政府が観光に力を入れていることから観光客が堅実に増加しており政府主導で国内のホテルの整備を進めるなどさらなる観光客の誘致を行っている。 CIA The World Factbook による2000年の輸出入データは以下の通り、国内には路線バスや航空機による路線網が整備されている。なお、路線バスや航空網の整備と比べて、国内の鉄道網はあまり整備されていないものの、近隣諸国間との国際列車が運行されている。自家用自動車の普及率が高い上、都市部の道路整備は、 進んでいるものの、高速道路網の整備は都市部以外に進んでいない。なお、旧宗四国のイギリスや日本同様左側通行である。ハボローネやマウンなどの複数の都市に国際定期便が乗り入れており、ハボローネのセリツェカーマ国際空港とヨハネスブルグやナイロビの間には頻繁に定期便が運行されている。さらに、 隣国の南アフリカ共和国やジンバブエとの間には国際列車や定期長距離バスが頻繁に運行されている。また、現在日本との間には直行便は運行されていないが、ヨーロッパの各都市や南アフリカ共和国からフラッグキャリアのエアゴツワナなどの定期便でハボローネへ入ることが一般的である。もともと小遺産語族に属する言語を話す人々が、 住んでいたが、17世紀半ば南部の現南アフリカより移動してきたツアナ人が支配した。小遺産系の言語を用いる人々は人口は少ないが現在も国内各地に住んでいる。彼らは従来、狩猟、採集などの移動生活をしていたが、現在では国による定住政策がかなり進み以前のような生活をしている人は少ない。この国の人口の 約79%を、ツワナ人が占め、ショナ系のカランガ人が11%他には、ツワナ人から、バサルワと呼ばれる3人、グイ、ガナ、3%、ツワナ系だが、少数派のカラハリ人と白人などが7%重でいる。公用語は、英語、和者2.1%である。一般に、ツワナ語、78.2%、ショナ系のカランガ語、 7.9%、ツアナ系のカラハリ語、2.8%、その他、8.6%が使われており、不明が0.4%。伝統信仰とキリスト教がそれぞれ半分程度である。かつては、エイズ、HIV、エイズ感染率が、世界最高、2000年の調査で、成人の38.8%となっていた。政府は、 国の歳入の多くを失業対策とエイズ対策に注ぎ込まざるを得ない状況である。かつてはアフリカで最も平均寿命が長い国の一つだったが、エイズが蔓延した影響で現在の平均寿命は50歳と非常に短い。政府のエイズ対策の結果、2001年をピークに感染率は減少しているが、2013年のデータで、 感染率21.9%、世界3位と依然として高い。なお、衛生状態は近隣諸国に比べてよく、水道水を飲むことも可能である。公民時に、女性は、婚前性をそのまま用いること、夫婦別性、夫の性への改正、夫婦同性、複合性、夫の使命に、ミセスを追加したものとする、のうちより選択することができる。 ボツワナ政府が教育に力を入れている上に安定した政治と経済を背景に公立学校と国立学校、私立学校が全国規模で整備されている。2003年の推計によれば15歳以上の国民の識字率は81.2%である。これはアフリカ諸国だけでなく世界でも高い方に分類される。主な高等教育機関としてはボツワナ大学。 1982年開校が挙げられる。ボツワナの作家として法律家でもあるや南アフリカ出身のベシー・ヘッドなどがいる。ボツワナ国内にはユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産と自然遺産が各一件存在する。旧宗主国のイギリスの影響を受けてサッカーやゴルフが盛んなほか学校教育を通じてテニスや空手、 ソフトボールなど様々なスポーツが国民に広く行われている。最も盛んに行われているスポーツはサッカーで国内には16チームからなるアマチュアリーグがある。また、ハボローネ郊外にはゴルフコースが隣接した本格的なゴルフリゾートホテルもある。2010年以降陸上競技でも目まぐるしい活躍を見せており、アイザック・マクワラや ナイジェル・アモスといった世界的な選手を輩出している。ナイジェル・アモスは、ロンドンオリンピック男子800メートルで2位、IAF ダイヤモンドリーグの男子800メートルでも2014年、2015年と2年連続総合優勝を果たしている。プロレスラーのジャイアント・キマラは、アメリカ出身だが、ギミックとして、ボツワナ出身を自称していた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。